どうも、ジェーンでございます。今日はガリガリ大学生がサイゼリアを爆食いしていきたいというふうに思います。ミラノフードリアと辛味チキン、そしてマルゲリータのね、3種類を注文しました。これをね、一人で食べていくわけですよ。もちろん、ぼっち飯です。でもサイゼリアいつからかね、その伝票になんか自分で書いて注文する形式になってましたよね。このテーブルに着いた時に店員さんにご注文方法ご存知ですかというふうに聞かれたんですけど、僕気弱かったんでわかりませんって言って、もう一回説明してもらいました。伝票のこと。で、美味しくてガッツポーズ出ましたね。ミラノフードリアやっぱ美味しいですね。できたての熱々のうちにねガツガツ食っていくんですけども、続きまして辛味チキンですね。こちら手が汚れそうなんでちょっとフォークでね食らいついていきたいと思います。ミラノフードリア辛味チキンというのはねもうサイゼリアの代表格の2つでしょう。でちょっとフォークで食べてるんですけどね、あまりにも食べにくい。フォークじゃあまりにも食べにくかった。ほいで全然辛ない。これ僕の味覚がバグってんのかどうかわからないんですけど、初めて食べた時はねちょっとピリ辛って感じがしたんですけど、これも全然辛くなかったんでね、ちょっと辛味を入れ忘れたんでしょうか。ただのチキン説がありました。次マルゲリータね切っていくんですけど、硬い薄い。生地が硬いし薄すぎる。あまりにもペラペラ。まあその分値段が安いのでね、とやかく言う必要もないんですけども、まあサイゼリアからしてみてもね、食いに来たんお前って感じでしょうね。まあ全然味は美味しかったんですけど、ミラノフードリア辛味チキンというね順番で食べてきて、もうこの順番3番目っていうのがねまあ問題だったんでしょうか。冬場だったっていうのもあってね、ちょっと生地が冷えてましたね。本当にピザとポテトはね冷めんのが早いから気をつけとけよっておばあちゃんに言われてましたけども、まあ言われてないんですけども、味は全然申し分ない。3種とも全て美味しいというね。これはサムネ撮影をしているシーンですね。ここら辺で YouTuber の裏側なんかもねちょっと紹介していくという動画の構成でございます。でこれ置いてありました粉チーズね、これちょっと使ってみたいと思います。ミラノフードリアとかにねちょっとかけてみたら美味しいんじゃないかということで、サイゼリアね多分タバスコとかでもアレンジできてね非常に楽しいですよね。結構かけたんで食べていきたいと思いますよ。これ味の方はどうなのかってことなんですけど、粉チーズとミラノフードリアが完全に分離してて全く合っていないというね。これもしかしたらパスタとかに合うかもしれないんですけど、まあ別々で食うた方がうまいなっていう感じでしたね。絶対にここら辺で一回もう使い古されてボロボロになったサイゼあるある言うていいっすか。いきます。サイゼリアかわからん。はい、もう定番すぎるあるあるをちょっとかましみましたけども、あとはまあティラミスがレンガぐらい硬いといったところでしょうか。サイゼリアもねでもなんかイタリア人からめちゃくちゃ評価されてるみたいですね。なんやここ安すぎるみたいな、この安さでイタリア本場の味に引けを取らないみたいな、さすがに引け取るやろうと思ってたんですけど、まあでもイタリア人が言うことだから信じときましょうか。で辛味チキンですが、もうフォークで食べるの諦めて手で食べてます。まあ、ただ今回サイゼリア来てわかったんですけどね、辛味チキンとミラノフードリアとマルゲリータ以外はほんま食うもんないなと思いましたね。強いて言うならハンバーグぐらいかなという感じなんですが、まあ、この辺がもう全部美味しすぎて他はもう食べる気にもならないっていう感じなんですよ。そんなこんなで喋ってましたらね、もうミラノフードリアもあと一口といったところになってるんでしょうか。普通に今日頼んだ全品はもう全て美味しかったので大満足なんですけど、びっくりしたのはごちそうさました後ですよ。3品頼んでこの安さ、なんと素晴らしいサイゼリアということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。雨が降った後水たまりがあるから、学ぶ力が全て始まる。僕らが応援した夢の塊が窓に映る今その時、ジエン。